はい。こんにちは。レトスのおのです。今回は読者様からいただいたご相談の中から一つ回答させていただければと思います。で、今回いただいたお悩みなんですけれども、テキストの使い方がいまいちわからないというようなお悩み、ご相談でした。実際私も受験生だった時、まあ、テキストって正直あまり使ってなかったんですね。で、まあ、その理由なんですけれども、まあ、結局テキストを読んでも、 あまり理解ができなかったっていうのが一つの理由です。初めは使っていたんですけども、使っていても、まあほとんど実力って上がらなかったんですね。なのでもう最終的には、まあほとんど使わずに、もう専門書とかネットとかで調べながら私は理解を深めていきました。ただ一方でテキストを使った方がいい場面もあるので、まあそういったところをお伝えしようかなと思います。 まず、まあ、テキスト参考書の特徴から解説していきます。そこからどうやって使うのかっていうところですね。に落とし込んでいければと思います。まず、テキスト参考書の特徴なんですけれども、まずはやっぱ体系的なんですよね。まあ簡単に言えば整理されているということです。で、二つ目がちょっと一番下行くんですけども、基本事項が載っている、あとポイントも載っているっていうところですね。で、三つ目が網羅的。 4つ目が見やすいレイアウト。で、この3つ目、4つ目なんですけども、これどっちも満たしている教材ってあまりないんですね。どちらか選択だと思います。この体系的だったりとか、基本事項ポイントが載っている。まあ、これは、おおよそほとんどのテキスト参考書に該当するんですけれども、網羅的なのか、見やすいレイアウトになっているかっていうのは選択なんですね。まあ、イメージしていただければわかると思うんですけども、 もう、初学者向けの分かりやすい参考書。カラーになっている。絵がたくさんある。そういったものは初学者向けですね。見やすいレイアウト。その場合、網羅的じゃないんです。まあ、漏れが多いっていったイメージですね。なので、試験対策として、それだけで終わらすってなってくると、おそらく不十分になってきます。で、一方で、文字がたくさんあって、図も少ない。まあ、いわゆる見づらいっていうのかな。 っていったものについては網羅されている場合が多いです。まあ、完全に網羅されているとは言わないんですけども、まあ、おおよそ網羅されているといったイメージですね。まあ、その場合はあまり見やすいレイアウトにはなっていないという感じです。で、これは勉強しているあなたが今現状どれくらいのレベルにあるかによって使い方が変わってくるんですね。もし、初学者、 初めて勉強される方、また勉強して間もない方というのは、細かい部分まで勉強する必要はなくて、まずは基本事項を押さえていきましょう。ポイントを押さえていきましょう。そのために参考書、テキストを使うという使い方がいいと思います。基本事項っていうのはもう言葉の意味とかですね。再建上渡ってどういったものなのか。おそらく再建上渡の部分見ていただければ、初めの方に そうですね。もう1ページ見ていただければ、再建状とかどういったものかわかると思います。もちろん、そこから細かい内容だったり、ポイント、書いてあると思います。ただ、初めはそこまでわからなかったとしても、再建状とかどういったものかっていうところを押さえる。で、問題をやっていく中で、おそらく、ポイントって分かってくると思うんですね。見えてくると思います。まあ、大体太文字で書かれていたりとか、過去問で出題されているポイントになっていたりするところですね。 そういったところをテキストで確認していくといった感じになると思います。で、一方で、まあ中級者、上級者、この方々っていうのはもうある程度問題も解けますよっていったイメージですね。過去問10年分7割ぐらい解けるよとか、まあ過去問5年分ぐらいでもいいかな。過去問5年分ぐらいだったら8割取れるよとか、まあそれぐらいまで実力を上げてきた。そういった方は、 次の段階として、まあ細かい部分も勉強するんですけども、ここですね、整理をしていくってところがすごく重要になります。おそらく過去問、解けるようになった。これって意外と細かい部分をおそらく覚えている方が多いんですよ。その細かい部分っていうものをつなげていく。この部分とこの部分どう関連しているのか、ここを整理していく。そういった段階に入っていくんですね。そういった時にテキストって使えるんですよ。 整理されているから、表になっていたりとか、あと近いページに書かれていたりとか、近いページに書かれているってことは、やはり関連しているから近いページなんですね。ここに書いてあるものと、その下に書いてある。これだって繋がりってやっぱあるんですよ。そういった部分はもうまとめて一緒に頭に入れていくと、記憶の定着にも役立ちますんで、ぜひそのような使い方をしてみてください。ただ、一方で、おおよそ、宅見の参考書。 発見のテキストとなってくると理解すべきところまで書いてあるものってほとんどないんですね。つまりそのルールはなんでそんなルールになっているのかそういった理由まで書いてあるものってほとんどないんですよ。だからそういった意味では結局はポイントばっかり書かれている。ポイントが網羅的に書かれている感じなんですね。で、それで勉強していると結局頭に残らないんです。 今言ったように、まあ整理するという点からすれば、記憶には残りやすくはなるんですけれども、それでも理解をしていないと、理解している人と比べたら、やはり記憶の定着って薄いんですね。弱いんですよ。で、そうすると、やっぱり結果的に、高試験になった時に、頭が真っ白になって、あれどっちだったっけってなっちゃうんですね。 で、本試験っていうのは、もう通常の模試。もうこれは公開模試。いわゆる会場に行って、えー、行う模試。これとは全く違うんですね。会場模試だと、雰囲気とか味わえるし、本試験と似てるんじゃないのかって思われるかもしれないんですけども、もう全く違うもんって考えた方がいいです。もう本試験って、やっぱりもうそれ落としたらもう終わりじゃないですか。また来年1年勉強しなきゃいけない。そういったプレッシャーもかかってくるんです。 模試っていうのはもうあくまでも練習じゃないですか。ここで点数取れなかったとしても、まだ本試験があるわけなんで、やっぱりプレッシャーのかかり具合って違うんですよね。でそうすると、本試験になると、やはりかかってくるプレッシャーが非常に大きいので、もうだいたい頭が真っ白になるんです。覚えた内容を忘れちゃうんです。で、なんで私が理解をした方がいいですよって言っているかっていうと、理解をしていたら、覚えた内容を忘れたとしても、 問題文から答えを導くことができるんですよ。これどういうことかっていうと、例えば問題文が具体例とかになっていた場合、その具体例から、これはこうこうこうだよね。だからこのルール使えるよね。で、答えはだから丸なんだとか、ツなんだって答え導けるんですよ。これが強いんです。理解学習の強いとこなんです。卓研試験で頭に入れなきゃいけない部分が、例えばこれだけあったとき、理解すべき部分がこれ。 丸暗記でいい部分はこれ。で、この理解すべき部分、これ理解していたら、まあ、おおよそこれ解けちゃうんですね。で、そうすると、丸暗記でいい部分って必然と少ないですよね。なんで、ここだけ覚えちゃったらいいんですよ。丸暗記したらいいんですよ。で、もちろん、やはり、ここの部分も忘れちゃうんです。でも、全部を丸暗記している人よりは、覚えるべき部分が少なくなっているんで、覚えてるんですよね。なんで、ここでも差が出るんです。 理解している人っていうのは理解すべき部分は確実に取ってくる。しかも丸暗記で覚えたら解ける部分。これも抽出されて少なくなっているので、ここも点数が取りやすくなる。二重の意味でメリットが高いんですよね。メリットがあるんです。丸暗記の人っていうのは理解すべき部分理解していない。だから引っ掛け問題引っかかっちゃうで。丸暗記でいい部分。これも覚える部分がたくさんある中のここですよね。 そうすると、この部分もやはり忘れている場合が多いんですよ。本試験になると緊張して頭が真っ白になる。で、結果的にここも落としちゃう。つまり、理解学習している人と丸暗記学習の人ってもうだいぶ差があるんです。だから、理解学習を私は進めているんですね。実際、個別指導でも理解学習を教えております。なんで、参考書テキストを使うのは全然悪くはないんですけども、これだけではやはり対応できないので、 専門書を使ったりとかネットで調べるってことを行っていくのがいいです。権利関係であれば弁護士さんのサイト、法律事務所のサイト、法令上の制限であれば国土交通省のサイト、都道府県のサイト、税金関係であれば税理士さんのサイト、国税庁のサイト、そういったもので調べながら理解を深めていくと、どん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 実力は上がってきます。ただ正直これできる方とできない方、 得意な方、苦手な方ってやっぱいるんですよ。そもそも何を調べたらいいのかわからないだったりとか、どのくらいの深さまで理解をしたらいいかわからない。まあこういった方やっぱ多いんですね。で、中には感覚的に過去問分析して、それがわかるって方もいらっしゃるんです。もうそういった方は、もうどん,どんどんどん調べていって、理解をぜひ深めていってください。で、一方で、え自分自身何を理解したらいいのかわかんない。 どれくらいまで理解をしたらいいかわからないともし思っているのであればぜひ個別指導をご検討いただければと思います個別指導ではその理解すべき内容が教材自体に書かれておりますなのであなたは受講していただいたら弊社の教材を使って勉強するだけで理解学習が実践できるんですね実際受講者様も受講していただいて弊社の教材使っていただいてあ、これってこういうこと言ってたんだ あ、なるほど。この具体例があったら分かりやすいですね。みたいなお声いただいております。卓券試験は勉強の仕方さえ間違えなければ1回で合格できる資格なんで、もし今年の試験絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。まだこの4月からでも十分1回で合格できますんで、今年の合格を勝ち取りましょう。個別指導についてはこの動画の下の説明欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。またお悩みもまだまだ募集しております。 動画で取り上げて欲しいネタなどございましたら、お気軽にメールいただければと思います。これも説明欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう